ハロウィンが終わったらすぐに壁面飾りを片付けて、また使えるようにしまっておきましょう。テグスでつないだ飾りが絡まったり、画鋲を踏んでしまったりしないように気をつけながら、どんどん外していきます。紙風船のランタンは外したら畳んでおきます。わかりやすいようにライトをつけていますが、実際には消した状態で外してください。コウモリやカボチャも一つずつ外して、最後に台紙を破らないように外します。外したものはバラバラにならないようにノートなどに挟んでしまいます。テグスでつないだくるくるお化けは絡まないように一つずつ平らにして挟んでいきます。コウモリはまとめて挟みましょう。カボチャも挟めるだけ挟んでいきます。折り紙のランタンも挟んでいきましょう。ノートに挟み終わったら、一回り大きい手頃な箱に入れます。そこに LED ライトを入れて、お花紙のモコモコお化けをクッション材の代わりに入れます。背景を描いた台紙は箱の幅に細長く畳み、箱の一番上にぴったりと収めます。何が入っているかわかるようにマジックで書いておきましょう。飾った様子の写真を貼り付けておくと、次回飾る時の参考になります。こうするとコンパクトにしまえるし、持ち運びも簡単にできます。次に飾る時には折りじわがついていますが、その上に飾りを貼るとあまり気になりません。はじめと全く同じに飾るのではなく、レイアウトを変えたり飾りを付け足したりしましょう。床に並べるのも素敵です。写真の背景にも使えます。毎年一から飾りを作るのは大変です。しまえる場所があればこの方法をお試しください。